ベリルは大西洋で今年最初に発生し、史上最も早い時期にカテゴリー5に発達したハリケーンとなります。アメリカの国立ハリケーンセンターによりますと、中心付近の最大風速はおよそ70メートルで、海上では最大瞬間風速が90メートル程度に達している可能性があります。カリブ海の島では大雨、暴風、高潮が発生し、AP 通信によりますと、これまでに4人が死亡しています。ベリルは今後西北西に進み、3日にジャマイカに接近または上陸した後、4日にケイマン諸島に接近、5日にはメキシコのユカタン半島に上陸するとみられ、日本の外務省も注意情報を出しています。